僕は2年連続ここに立てるのはチームメイトのおかげです。もちろん最終戦だけじゃないですが、特に最終戦はみんなが僕にボールを集めてくれました。チームが大敗してしまったのは、もしかしたらリスクを負ってでもあいつに点を取らせてやろうとみんなが思ってくれたからかもしれません。来年はチームメイトを生かすプレーと自分自身が点を取るプレーを磨いて、さらに強いチームの一員になれるように努力します。監督、コーチ、スタッフ、ジュビロのサポーター、ジュビロ以外の僕を支えてくれたたくさんの人々、そしていつもわがままを聞いてもらっている家族に感謝します。ありがとうございます。